後ろから鉄道がいっぱい入ってる。この古めかしさがいいよね。ドアとかこの古めかしさがすごいじゃん。これすごいよ。このドアの錆び具合窓枠とかの錆び具合すごい。これってキア33型機動車。全然私分かんない。キハ181型機動車。キハ58型機動車。キハ28型機動車。キハ52型機動車。あ、やっぱこれはかっこいいよね。D51 型蒸気機関車。おお。みんなここで記念撮影する。よいしょ。DF50 型ディーゼル機関車。DD13 型ディーゼル機関車。これが D15 型ディーゼル機関車。DE50 型ディーゼル機関車。鉄道すごいね。でも懐かしい電車がいっぱいや。昔昭和の時代。あれ、これ押してみて。ああ、これだけか。これだ。ああ、ありがとう。メスのイスはヤクモとか気配181は各店特急ヤクモ特急ヤマで。ああ、こっち向かってるわ。なかなかまだできる。うわ、すごいじゃん。これなかなかの津山。昔のなかなか懐かしい。例えが分かったら上の日これがあるといつ販売された切符か分かるよ。例えが分かったら、日付印字機で。ああ、日付印字機なの。カーブ曲がる仕組み。どうして車列車はカーブがスムーズに回れるのか確かめてみる。どうやって回れるの。よく分かる。2番。これ2番ダメじゃん。3番もあかんかったよ。結局1番なら回れるって言いたいんか。あー、そういうことなんだ。いろいろあれ、鉄道が好きな人には何とも言えず。いいよね。こちらの赤い機械って何かご存知ですか。赤い何あれ、はい、全然わからないです。壁にかかってる輪っかって見たことはないです。壁にかかってる、これ、はい、見たことないです。これは昔はこの津山の単線っていう線路が一つしかないから、これをあの駅で受け渡しをしてます。駅でね、これを受け取ったり駅長さんから運転手さんが受け取って、でそれを持ったのは、線路とその駅と駅の間の線路が1本しかない区間を走っています。受け取って1本しかない区間を、はい、それでまた渡す。そうですね、その抜けた先の駅で、あタッチするっていう。これがその幹線区間での通行許可証。あ、通行許可証なんだ。ポケット部分に金属の円盤が入ってて、金属の円盤が入ってるんですけど、その金属の円盤のことをタブレットって言うんです。そうなんだ、あれ、でその金属の円盤、タブレットが収めてあったのがあの赤い機械で、
タブレットの金属の円盤を収めてあったのが赤い機械、はい、あーそうなんですね、すごい鉄道に出て詳しい。あーすごいすごい、もう一歩行きますね。津山観光センター、あそこは津山観光センター。